それではナンバー1、静岡県立大学経営情報学部大久保ゼミ。課題提案者は島田氏です。発表者の方、お願いします。こんにちは。静岡県立大学大久保あかね観光研究室です。今回、私たちは島田氏のご利益スポットを連携、周遊させる手法のブラッシュアップ改善提案について研究しました。参加学生は河合、小倉、中野、 そして本日欠席の藤原と昨年度プロジェクトを行った乗りつきの5名になります。発表の流れはこのようになっています。よろしくお願いいたします。私たちが行った研究の目的はゴリ利益ルートの認知度向上です。昨年度、島田市の活性化を目的に島田市周遊ルートを開発しました。 しかし、島田市周遊ルートの認知度が低いことによって、集客や経済効果があまり見込めないという問題点がありました。そのため、今年度は新たにご利益ルートとして、認知度を向上させるため、合格弁当の開発に取り組みました。ここで島田市のご利益スポットについて紹介します。最初に、合格駅です。1927年に5回駅として開業し、 2020年に地域のにぎわい創出を狙って合格駅に変更されました。駅舎内には合格地蔵村が祀られています。次に日比利地蔵村です。日岡銀定を願い事をすると願いが叶うと言い伝えられ、県内外から多くの参拝者が訪れています。最後に滑らず地蔵村です。安全に滑らず、 転ばず着実に進めるようにと合格祈願の名所となっています。これらのご利益、産業を合理、悪ルートとして作成しました。続いて合格弁当についてです。私たちはご利益を受験生の合格祈願に焦点を置き、合格弁当の企画開発に取り組みました。食材は主に食材は主に島田市の地域に根ざした特産品を使用し。 対応したレシピの名前に願掛けを行って受験生に応援のメッセージを込めました商品を通して昨年度の課題となった島田市ご利益スポットの集客と経済効果の向上が期待できます研究のために行った調査はこちらの4つになりますそれでは次に実際の研究成果について発表します研究成果以下の3つになります それではままず受験生応援レシピカードについいてご紹介いたします私たちは合格弁当を開発の際に8種類のレシピを作成しました。こちらのレシピカードをご家庭向けに天神屋さんの各店舗、店頭にて配布していただくことで、販売されているお弁当だけでなく、実際に自分たちのご家庭で作ってもらえればと思い提案しました。 えこちらのお写真がデザインになります。表面には料理写真とレシピ、レシピに対するキャッチコピーのようなものも入れています。えー、こちら裏面になります。8種類のレシピに対して、裏面は2通りのデザインになりました。えっと、こちらの左側の方は、ご利用スポットの写真等を入れているものになります。 右側の方は詳しいルートや詳細を知りたい方向けにインスタの QR コードも載せています。レシピだけでなく、ご利益スポットについても知っていただく機会を増やそうと思い、このようなデザインにしました。それでは2つ目に、展示屋さんとの合同メニュー開発についてです。私たちは12月に島田市役所の方に仲介していただき、展示屋さんとの合同会議を行いました。 私たちが考えている合格弁当の開発に興味を持ってくださり、ご利益と受験という2つにコンセプトを絞って、一緒に情報開発をさせていただくことになりました。こちらがその会議中の写真になります。そして1月に行われた2回目の会議では、合格弁当の商品に関する具体的な提案と、ご利益お守りの合格お守りの作成について行いました。 そして実際に完成したものがこちらになります。今、こちらでもお見せしているものです。今、会場でもお守りの方を配ってもらっています。商品名は大学生が考えた応援弁当で合格期がお守り付きです。今、配っているものがそちらになります。販売開始は2月20日で、学生による店頭販売が2月26日にカドデ・オイガーで行われる予定です。 時間の都合上、一つだけメニューをご紹介させていただきます。えー、あちらにある、えー、と写真の中の黄色いおにぎりなんですけども、えー、口なしと大豆の炊き込みご飯になっています。実際に島田市の自 a の方に島田市で作られているものをお聞きして、それをもとに提案させていただきました。<laughs> えー、それでは最後3つ目に合格お守り、ご利益お守りについてです。 えっと、先ほど皆様にお配りしたものになるんですけども、こちらは店員屋さんの店頭にて配布する予定のものになっています。目的はルートの方法と合格祈願の2つになります。レシピカードでご利益スポットに関する情報はお知らせしているんですけども、実際に行くための仕掛けも必要だと思い、こちらのものを作成いたしました。デザインは出会いの写真で、こちらポチ袋サイズのものになっています。中に秋田県産の咲き誇れというブランド米を入れる予定です。 えこのお米は、先ほ誇るという名前から合格と結びつけ、このお米にしました。えー、事前に滑らず児童村でのご祈祷を行い、他の2つのご利益スポットの収入をし、ご利益を預かったものになります。えー、こちらのお米を入れたお守りを配布し、受験が終わった後、その受験生の方々にえっとお礼参りをしてもらえれば、実際に現地に行ってもらえる仕掛けになるのではないかと思いました。また、寄附風景の写真や動画等は販売場所でも。 公開してもらう予定です。こちらは実際のご起動の様子になります。次に研究で明らかになった改善点等についてです。えっとまず改善点についてです。え加えてですね。当初えっと島田市のえっと学校給食への えっと、合格メニューの提供を、えっと、考案していたのですが、こちらあのスケジュールの、えっと、管理ミスで、えっと、来年度で持ち越しになりました。えっと、企画を練りして、えっと、来年再提案という形になります。次に、えっと、改善点についてです。改善点は、余裕を持った計画をし、きちんと関係各所、提案先とのスケジュール化の動きを行うことです。活動の後半なのですが、 我々の活動を知ってくださっている島田市の方々のご紹介を通じてですね、天神屋様との合格、合同メニュー開発に応じることができました。今、発表で出てきたところです。最後に地域、島田市への提言を行いたいと思います。今、スライドに掲げたと四点です。一つ目は、 ゴリエキルート、えっと周知に向けて、我々が作成した、えっと、チらしレスピカード、と電車さんの様とのコラボ商品の反面の協力です。2つ目が、えっと、受験系の授業ですね。こちらは、えっと、受験期に合わせることで、えっと、より多くの効果を狙っています。えっと、3つ目はゴリエキスポットの体制準備です。はい、我々もお守りの,あの作成です。いはい。<laughs> ありがとうございました。<laughs> はそ、い、れです。これの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。お久保ゼミの皆様、ありがとうございました。それではこれからコメンテーターの 静岡英和学院大学人間社会学部学部長の林先生から好評をいただきたいと思います林先生よろしくお願いしますはいええー、まずは研究発表お疲れ様でしたあのコラボ商品っていうのがどういうふうに作られるのかその後と裏側を知るっていうのでなかなか面白そうだなっていうふうに思って発表を聞かせていただきましたあの 前回の研究がその島田市周遊ルートっていうのを開発したっていう研究を踏まえてでもそこの部分で、まあ、そのアピールポイントがちょっとあのまだ弱かったっていうので、まあ、その研究の続きっていうふうなところがされておーおーあなるほどあ,ありがとうございます、えー、というふうにあの結構その何かの取り組みっていうのは1回で終わるわけじゃなくてあの、まあ、続いていく改善しながら続いていくっていうふうなことは、まあ、普通にあるんですけれども。 も今回そういうのがちゃんと形で現れたんだなっていうふうに思いました。でそのまあその弁当の開発ということでまあ、あのご利益スポットっていうのに注目してっていうふうなことでま総、あ、理に絡めたメニューがまあ開発されておそらくこれその何かをする時にえと異なる立場例えば今回であればその,あのメニュー開発のそ展の示屋さんと実際にそそののまあ協議をされる時に多分これはちょっとある 後でもし質問の中でどういうふうな感じでそのメニューは決まっていったのかっていうようなあるいはそこでなんかちょっと思った 予想外のことがあったらもしあったら教えていただきたいんですけれども意外とそういうその異なる立場からのその何かのお話し合いをする時って意外と何て言うかな予想通りの方向に行かないことっていうのも多分あったんじゃないのかなと思うんですけれどもまあ見事あのそれをうまく形としてまあ、しかもなんかちょっとスケジュールが微妙にずれてるっていってもそこをうまく。 あのトラブルを乗り切りつつ、実際にじゅんあの2月20日に商品として売り出せるようなものがちゃんと具体化できるっていうふうな一定の成果を出せたのは大変素晴らしいなと思います。はい、えっすみませんまとまりありませんがコメントは以上とします。林先生ありがとうございました。続いて質疑応答の時間に移ります。会場にいる方は挙手をオンライン参加の方は Q&A 機能からご意見ご質問をお送りください。 えっとただいま Q&A 機能の方から質問がありましたのでと代わりに読ませていただきます。えっと、受験応援弁当は今だけの限定だと思われますがえ定番弁当と比べてと少々お待ちください。定番弁当と比べて何個くらい売れたら成功と考えますかという質問が来ているのですが発表者の方いかがでしょうか。<laughs> ありがとうございます。 何個くらい売れたらっていうほとんど目安はあまり考えていないんですけども、実際に先ほど配布していただいたお守りに関しては、1000個を作っていますので、一緒にその買ったときに一緒に持っていてもらえるかなっていう気持ちで作っているものなので、1000個売れたらいいなって気持ちとしては思っていままますすす以上ででで大丈夫しししょううかはいありりがとうございい時間になたたので質疑応答を終了いたします。 次の発表の準備に入りますので少々お待ちください。を効果的に利用させるための提案についての研究です。で、研究の柱としては、歴史的風磁のデジ,デジタルトランスフォーメーションによる展開と、行政計画間相互のシナジー効果による観光コンテンツの創造です。この研究の背景には、大河ドラマの放映に合わせ、 掛川市内の掛川城、高天神城、横須賀城の3つの城の連携と主流性を確保することです。しかし、近年若年層のテレビまだれもあり、大河ドラマを見ない若者が自分を含め多い印象を受けます。記事によると、テレビを見ない若者ほど SNS で話題になっている番組を、面白い番組を見るため、えっと、失敗なくテレビを楽しむことができ、時間を意味あるものと感じる傾向があり、SNS を通じた情報発信がトリガーになることが明らかになっています。 もう一つの背景は歴史的風祭維持向上計画です。掛川市は歴史的まきづくり法に基づき、2026年度まで掛川市歴史的風祭維持向上計画が策定されています。歴史的風祭とは地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史的価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境のことです。と、そしてこの計画ではゾーニングの一環として、 都市計画によりさまざまな規制をカスタマイズすることができます。実際に掛川城の門前のエリアも掛川城と調和した静かな風地が形成されています。そして歴史的風地は先にあった規制する行政というだけではありません。掛川市は国,国指定文化財である掛川城、横須賀城石、高天神城石の保全に加え、高天神城の場合では城を囲む砦やそれらに,れらにまつわる神社や祭りを中心に歴史的風地維持向上に関する方針が定められています。 また、その他、歴史的建造物の保存や利活用、史跡相互の周遊性に関する方針も定められています。と、掛川市では歴史的風痴維持工場計画に基づき、地区計画を策定しています。その中の一つである城下町区町づくり重点地区計画では、屋根に勾配をつけて、日本瓦の仕上げとするといったものや、建物の正面は城下町のイメージに調和するよう工夫すると、細かく規制が決まっています。 研究目的としては、メディアが多様化している今日での歴史的コンテンツへのアプローチとして、テレビ、ウェブ、ゲームなど様々な媒体から選択する可能性が広がっていることや、大、え、河、っと、ドラマを通じて認知度を上げることができた、えっと、過去があるんですけど、Z 世代と言われる若年層は、それらの媒体を選択して楽しむというのは今日では難しいと考えており、掛川氏は歴史的風知維持向上計画のもと、えー、場所の 個性を明らかにすべく三条の役割とか、高天神城を保護する取り出に関,係関する研究を重ねてきて、同時にマインクラフトを活用するなどのエリアの魅力の研究や蓄積発信に、えっと、取り組んできていることです。はい、次に掛川三条の連携に関する計画と進捗情報をお話しします。私たちは最初の計画として、自転車を使用したサイクリングに関する提案をしようと考えていました。しかし現在掛川では、 サイクルツーリズムという民間によるプロジェクトが進行していました。そこで11月、11月の25、26日に私たちは、コンセプト株式会社の代表取締役、県静岡県サイクルツーリズム協会事務局,局長である佐藤雄一さん、そして高天神エリアの歴史的研究に精通する掛川市産業経済部観光交流課の戸塚和美さんに取材をしてきました。現在、佐藤さんの主導により、掛川市観光交流課との間で、 高天神城と六鳥で小笠山一周自転車歴史旅というプロジェクトが進行していることが分かりました右の地図がそのマップになります次に高天神城周辺の六鳥でを中心とする高天神城包囲についてお話しします第1次高天神城の戦いというものがありましてそこで武田勝頼率いる武田軍に高天神城を制する者は遠州を制すると謳われた高天神城を徳川軍が奪われてしまいました そ,そこで徳川軍は奪還するために、高天神周辺に砦を築きました。その砦は現在6砦として有名ですが、前述した通り、戸塚和美調査官の調べにより、砦は全部で19もの数に及ぶことが明らかとなりました。これにより、スムーズな物資輸送と高天神包囲が完成し、第二次高天神城の戦いで奪還することに成功したとされています。武田勢も徳川勢も海、海運を利用した物資補給がかなり、 要となっていました。徳川勢の海運補給拠点として大きな役割を果たしたのが横須賀城となっています。横須賀城は現在は完全に陸地になっていますが、当時は海とつながっており、物資の拠点として砦への補給ルートが形成されていました。このルートや砦をデータ化し、デジタルコンテンツとして可視化することにより、マインクラフトを利用した高天神城の工房を再現したゲームができるのではないかと私たちは考えました。 現在、行政はサイクルツーリズムとは別に DX という事業を行っているのですが、やはり担当しているかが違うと、連携がなかなかうまく取れていないという現状が伝わってきました。そこで私たちは、そのかとかの掛け橋になれるようなことを提案しようと思いました。こちらが c o d e ー掛川というプロジェクトで、掛川城を点描データ化することによって、そちらを利用してマインクラフトのマップに起こしたものになります。 で私たちは、えっと、掛川市推進 DX というものに着目しまして、こちら3つあるんですけど、この行政の DX の中の教育のデジタル化というのに着目しました。でここで歴史的風祈祈向上計画と DX 推進計画の、えっと、お話をしたいと思うんですが、掛川市 DX 推進計画ではえ、文化財、伝統工芸、スポーツ施設等の地域資源をデジタル化することで、 未来に継承し、新たな展開可能性、並びにデジタル教材の活用に関しての建造物や街並みをデジタル化し、当時の様子を体験できるようにすることが掲げ,掲げられています。これらをもとに掛川市ではオープンデータデイ2019で、官民の技術系由市により組織され、掛川市の DX 推進計画、策定担当者である戸塚さんを中心に、掛川城のオープンデータ化が展示されました。また、 2023年3月24日には、えっと、高天神城跡の ARVR コンテンツ、作成業務委託、公募型プロポーザルも指導しておりまして、そちらが配信されることが予定されています。以上のオープンデータを用いて、これまでの大河ドラマだけでなく、こういった マインクラフト転用データの活用により若年層への訴求を避けることを私たちは提案いたします。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。塩水の皆様、ありがとうございました。それではコメンテーターの林先生から好評をいただきたいと思います。はい、えー、研究発表お疲れ様でした。あのー まあ先ほどスライドにもありましたけど、マインクラフトの,あの再現されたものを見て、おっていうふうに思いました。えーとまあ、コロナもあって、えー、とだいぶデジタルっていうふうなのがかなり広まってきて、そのえー、と発表の最初の説明にもあったんですけれども、えー、とその大河ドラマって結構昔であれば、大河ドラマで扱われたものっていうのはかなりインパクトがあるので、もう大河ドラマで扱ったら、もうそれでだいたいアピールはほぼ,すほぼっていうと言い過ぎかもしれませんが、かなり強烈にする。 んだっていう風な。そういう時代だったんですけれども、そのまあ今の若者に対してはその意外とあの大河ドラマがそこまで強烈なあのフックにならないっていうふうなので、まあ、そういうその twitter などをあるいはデジタルな部分に注目するっていうふうな。そういうまあ、あの今のあの人たちの特性っていうのをちゃんと踏まえた上で、こういう提案をされているっていうのはさすがだなというふうに思いました。で、えー、っとそれだけじゃなくて、そのあの。 サイクリングの方もある意味そのリアル体験としてえとアピールをするって意味でそういう意味ではこの提案というのはそのデジタルの部分とまあサイクリングの部分の両方についてそのまあ片方だけじゃなくて両方の方でその掛川市などのえそのまあえーとルートとかあるいはあの アピールっていうのをしているんだなっていうふうにそこではなかなかあの多方面でアピールをしようとしているんだなっていうふうなところが結構あの興味深かったですはい、えー、コメントは以上とさせていただきますえ先生ありがとうございました続いて質疑応答の時間に移ります会場にいる方は挙手をオンライン参加の方は Q&A 機能からご意見ご質問をお送りください ちょっともう理解が追いつかなかったんだけど、マインクラフトってどんなことかちょっと簡単に説明してもらってもいいですかね。えっと、世界でかなり有名なゲームとなっておりまして、えっと、1×1×1 のブロックというものがありまして、えっと、現在今、そのある世界をそちらに縮尺というか、縮小して、なんだろう、色とかを表せるんですね。ですので、そのマインクラフト内で現実世界を この映すことができて。で、しかも実際にゲームとしてプレイできるので、なんていうかリアリティがあるというか、そうですね、ゲーム世界で現実を楽しめるようになっているので、そちらを提案させていただきました。他に何か質問や感想のある方いらっしゃいますか 大久保ゼミの方、何か質問や感想がありましたら、お願いします。えっと、ゲームと、ゲーム世界と今回の認知をかけたと思うんですけど、えゲームをする若者は行くの,あのかけが城とか3つの城に行くんですか <laughs> そもそも <laughs>。 えっと、ゲームを利用して、その城の,その特性とかを生かしてもらって、それで興味を持ってもらえて、そこで行ってもらえるきっかけになればいいなと思っております、はい、じゃあ、八島ゼミの方、何か感想や質問はありますか。 僕もあんまりマインクラフトに詳しくなくて、ちょっとお聞きしたいんですけど、こうマインクラフトに移すときに一番苦労した点とか、どのくらい時間がかかったっていうことを知りたいんですけども、と先ほど紹介したマインクラフトのデータなんですけど、こ、はい、ちらはその掛川市の方のその 詳しい方が、はい、そのデータをマインクラストに出力されたものなんですけど、はい、その一応、元として掛川城周辺をまずあらゆる機械を用いてそのデータを取った後にそのデータを映す、映、はい、したものになりますのでそこまで多分難しくないものとなってます。はいはい、ななんんでそのなんだろう システムさえできてしまえば、はいその、掛川城だけでなくて、他の土地でも使えると思うので、はい、もうあらゆることに使えていいなと私は思っております。はい、そうなると、特別な知識とかも特に必要ない<あ>特別な知識は必要なですけれども。以上です。ありがとうございます。ます皆様ありがとうございました。時間になりましたので、質疑応答を終了いたします。 次の発表の準備に入りますので、少々お待ちください。課題提案者は伊豆の国氏です。発表者の方お願いします、はい。それでは日本大学国際関係学部矢島ゼミナールの発表を始めます。発表者の力丸と遠藤と宮崎です。よろしくお願いいたします。 私たちの研究テーマは、ポストコロナ伊豆の国市旅行スタイルです。新しい旅行スタイルです。私たちは、伊豆長岡温泉の観光所有バスの車内にデジタルサイネージを設置いたしました。なお、この取り組みは日本大学理工学部と連携し活動しました。 矢島ゼミでは山間学校で推進し伊豆の国市とさまざまな取り組みをしています。文化祭では伊豆の伊豆長岡温泉の名物、温泉万頭を販売しました。参期生は男子6名、女子10名、合計16人で活動しております。すみません。今日はこのスライドの目次に沿って説明していきます。 島セミでは伊豆の国市の公衆バスについて研究しました。研究テーマとしたバスの二次交通,一次交通の一つと言えます。二次交通とは空港や駅から観光地までを結ぶ移動手段のことを言い、バス、タクシー、自転車などを指します。自家用車は二次交通に含まれず、最近増えている自家用車での来訪は直接観光地へ行ってしまうため、二次交通は必要ありません。 こちらの写真にある二次交通はすて伊豆のののの国市のももので、で矢島ゼミナルが関わったものです次に研究の動機としてバスの車,、えっと、車内に電光掲示板を設置し主に所有バスの沿線についての観光を掲示板で情報発信しお客様にまた伊豆の国市に来たいと思ってもらえるような魅力を発信するとともにまた観光所有バスを利用してもらえるようなコンテンツ作りに励みました。 活動の目的として旅行のスタイルは日々変化しつつあり、コロナ禍が収束し、旅行のスタイルは個人型旅行へと移行することが予想されます。変化する旅行スタイルの中で、二次交通の再興を目指し、私たちは活動しています。現状の課題といたしまして、新型コロナウイルスの感染症を気にする方も多く、そのため多くの方が利用する二次交通の利用客は減少傾向にあります。 研究の方向性として、機械やシステムに特化した理工学部が機器類の設置を行い、観光に特化した国際関係学部が電光掲示板のコンテンツの内容を作成し、それぞれの特性を生かした研究を行いました。続いて活動内容の説明をさせていただきます。活動では、まず事前会議でコンテンツの詳細について話し合いました。 現地調査にて乗降客数や利用者年齢層を調べ、えー、高齢者の利用が多いことが分かりました。コンテンツはシンプルで分かりやすいものになるよう心がけました。完成後10月28日に、えー、伊豆箱根バス本社で,本社で、えー、設置作業を行いましたが、システムトラブルにより稼働を見合わせることになりました。その後12月17 18の後月 2日間にわたり当時ミナルにて稼働の確認を行いました。しかし、ここでもシステムが正常に作動せず、理工学部とともに修理を行いました。2023年1月16日に最終調整を実施し、正常に稼働することを確認できました。そして、1月21日から正式に実車運行を開始しました。こちらが設置後の車内の様子になります。 周遊バスが走る伊豆の国市は、世界遺産のニライム反射路や江川邸などの観光スポットが有名です。また、特産品のいイチゴ、紅ほっぺなど、たくさんの魅力的な資源を持ち合わせています。しかし、人口減少や少子高齢化などの課題を抱えているため、若者に訪れてもらうための施策やインバウンド対応などが求められます。 え続いて実際に私たちが作ったコンテンツの説明をさせていただきます。こちらが走行案内のスライドで、えこちらが観光情報のスライドになります。え英語のサイトに飛べる QR コードなども記載し、インバウンドへの対応もしております。こちらの、こちらの アンケートでは実証バスに乗ってていいただいただおお客さんの意見を収集しております、えー、こちらが江川邸の観光情報となっておりまして、えー、このようにいちご狩りセンターの料金や開園日も記載しています、えー、ですが、えー、料金の変動などもございますのでそちらも考慮しなければならないなと思っておりますこちらの北条寺などの有名寺院は 情報管理が厳格ですので、より丁寧に作成することを心がけました。えー、このような乗客の安全を考慮したスライドも作成いたしました、えー、終点では乗り換えのご案内や食事を取れるお店の情報なども記載しております。ね、今回のプロ 今回のプロジェクトにおいてハード面のコストに関しては、えー、伊豆長岡温泉、えー、エリアマネジメントに負担していただきました、えー、コンテンツやサイネージ設置に関しては学生の手で行ったのでコストはかかっておりません、えー、多,くの方々の多くの方々の支えあってのものですが、えー、学生中心となって進めてきたプロジェクトで、えー、稼働まで来られたのは大きな成果だと思っています 今後ですが、情報の更新が必要になってきます。ですが、更新作業自体は比較的容易に進められるため、ここは問題ないと思われます。まだまだシステム、コンテンツともに完璧とは言えません。実車運行での稼働を受けて、修正点が見えてくるかと思います。 より良いものを目指し改善していかなければならないだなと思っています先ほどのスライドにあったように社内ではアンケートを実施しております利用客の声意見を大事にし今後も二次交通の利用促進をに努めていきたいと思いますご清聴ありがとうございました 矢島ゼミの皆様、ありがとうございました。それでは、これからコメンテーターの林先生から好評をいただきたいと思います。林先生、お願いします。はい、えー、発表、お疲れ様でした。 あのもうポストコロナっていうのが、もうだいぶ本当にあのリアルにそろそろあの近づいてきて、えー、っと本当にそのなんていうかな、いろいろなものに対して、そのポストコロナをあのそ、えー、前提にしたいろんなことをしなければいけないっていう、でそれに対しての、まあ、この研究っていうのであの、しかも1月の21日より正式稼働しているっていうことなので、なのでもう、 動いて、えーと、もうしばらく経っているので、まあ、これからいろいろなその反応っていうのが出てくるので、実際どういうふうな反応が出るのかっていうのは、すごい興味深いと思います。やっぱり研究っていうのは、実際の,その社会にあのうまくあの落とし込むっていうのは、すごく大事なことなので、まあ、あのちゃんとあのその成果を出しているっていうことと、あともう一つ、えーと えとですか理工学部さんがハード面で、それで国際、えー、と関係学部さんがソフトのほうを担当されているというふうに、まあ、これもその研究をその連携、学際的な研究をしているというのも、これもなかなかすごいなというふうに思いました。で、まあ、最後、あの高齢者の方を、まあ、結構念頭において、そのサイネージですか、その表示っていうふうなことをされているので、そうすると、多分高齢者の方って、やっぱりその視力とかがあるので、 ちょっとさっき参考にされたいろいろなその掲示だとちょっと情報量が多いかなっていうのでひょっとしたらその辺の改善点っていうのが今後上がってくるのでそういうのを踏まえてあのまああの改善ができるようになると大変いいかなというふうに思います。はいコメントは以上です。は先生ありがとうございます。続いて質疑応答の時間に移ります。会場にいる方は挙手をオンライン参加の方は Q&A 機能からご意見ご質問をお送りください。 それでは、しアみゼミの方、何か感想や質問などありますかありがとうございます。大丈夫ですかあ,あどうも。学部間のこのシナジー効果を生かして、実動されさすが日本大学なんだなということで。1ご <laughs> 質問させていただきたいんですけど、はい、その、 デジタルサイネージの,その運用に関するそのファイナンス面をそのえっとエリアマネジメント団体にあのえ負担してもらっているという話、非常に興味深かったです。街づくりとも連動しているということですね。はい、でそのえっとエリアマネジメント団体との,そのコミュニケーションですとか、あるいはそのえ関係性というのはどういうふうに構築されていって、 行ったのかそしてまあ今後あのいろんなまあフィードバックされてくると思うんですけどそれをどういうふうにあの継続していかれるのか、はい、その辺りについて教えてください。以上です。ご質問いただきありがとうございます。えー、っとそちらの地域との関係性につきましてはそうですね地域が開催しているお散歩市などのそうですね交流イベントに私たちが参加してえー、っと 消毒のお手伝い、来てくださった方の消毒のお手伝いだったり、えっ、ー、と、交通整備といった、えっ、ー、と、ちょっとしたアルバイトのような形で参加をして、そうですね、えー、関係構築、えー、だったり、えっ、ー、と、そう、そういった活動を行って、その中でこのようなお話いただいたので、えっ、ー、と、参加させていただいております。 皆様ありがとうございました。時間になりましたので、質疑応答を終了いたします。次の発表の準備に入りますので、少々お待ちください。発表者の方、お願いします。皆さん、こんにちは。静岡県立大学小中ゼミの井上美優です。私たちは藤枝市のお茶を利用した観光型、体験型観光商品の企画というプロジェクトに取り組みました。よろしくお願いします。 はじめにプロジェクトの概要について説明します。調査地は静岡県藤枝市です。力の依頼は、20代の女性をターゲットにお茶を活用した体験型観光商品を企画し、藤枝茶を市内外へ向けて発信するということです。現在の藤枝市の茶業は、若者のお茶離れや消費量の減少、茶農家の高齢化や後継者不足など多くの課題に直面しています。 これらの課題をお茶ツーリズムを通じて藤枝市への観光客誘致へつなげることで解決への手がかりを模索していきたいと考えております。調査の方法としてフォーカスグループインタビュー藤枝市内臨時調査モニターツアーを行いました。まず私たちはターゲット層である20代女性がどのような観光体験を行っているのか、また藤枝市にどのようなイメージを抱いている,のいるかなどを知るためにフォーカスグループインタビューを行いました。 フォーカスグループインタビューとは、数名の調査対象者を一箇所に集め、座談会形式で特定のテーマについて話し合う調査手法を言います。今回は静岡県立大学の女子学生4名に協力していただき、以下の質問を行いました。まず、藤枝市と聞いて思いつくものについて伺ったところ、全員がお茶と回答しました。県内出身者1名からは、連日池公園がイメージとして挙げられました。また、ターゲット層である20代から30代の女性は、 パッケージツアーはあまり好まず、自分たちで自由に行きたいところに行く旅行を好む傾向があるということが明らかになりました。その要因として、集合時間が決まっていたり、急な時間変更があった時に融通が利かないのが嫌だという意見や、自分たちが行きたい場所が含まれていないからという理由が挙げられました。また、移動手段は運転免許の所持の有無にかかわらず、公共交通機関を用いていたことが分かりました。 さらに、ゼミの学生から思い出を形に残すことができる体験を含んだ観光ができないかと考え、その例として藤枝茶の記憶を持ち帰ることができ、自分だけのオリジナルの石鹸を作ることができる石鹸作り体験の企画案が出されました。そしてフォーカスグループインタビューでは参加者からその提案が指示されました。本調査からターゲット層には個人旅行が好まれ、非日常的で新鮮な体験に興味を持つ傾向があることが明らかになりました。 フォーカスグループインタビューの結果をもとに、私たちはモニターツアーを計画し、2022年11月5日に実施いたしました。企画内容としては2点で、1点目が藤枝茶と明治鮮花さんのザ・チョコレートのペアリング体験、2点目が藤枝茶で作る石鹸作り体験です。集客はスライド右側のつラシを、えー、県大生に配布する形で行いました。モニターツアーに先立って準備のために藤枝市の地域資源を発見するための臨地調査を9月に行いました。 えー、このツアーの狙いは三つです。一、えー、つ目が全体の時間を短くし自由度の高い企画にすることです、えー。インタビューの際に若い女性たちは、えー、自分たちで目的地をいくつか決めてそれに沿って行動をしていくという傾向がわかったので拘束時間の短い企画にしました。 実際の企画は全部で1時間半です。2つ目はアクセスのしやすさとフォトジェニックな場所で女子学生の満足度を高めることです。インタビュー結果から旅先への移動は公共交通機関の利用が多いことや、SNS の動画や画像をきっかけに目的地を決めることが多いと分かったため、この2つを満たす場所を考え、蓮華寺池公園内とんがり棒での実施を決めました。実際に静岡駅からは電車とバスで30分で着き、 外観もこのように可愛らしい場所となっております3つ目は藤枝茶を未来につなぐという最終的な課題解決に向けてお茶の新しい魅力を発見してもらうことに狙いを定めました2つの活動のうち1つ目の企画としてお茶とチョコレートのペアリングを行いました繊細で豊かな香りを持つお茶はチョコレートの味わいを生かしてさらなる相乗効果が楽しめるのではないかと考えます お茶もチョコレートも同様に品種や産地、作り手や作り方などでその味わいは大きく変わります。その2つを組み合わせることで、組み合わせ次第ではいくつもの美味しさを発見することが期待できます。実際にモニターツアーで使用するお茶として私たちが選んだのは、藤枝茶の中でも特に香りが特徴的な次の6種類です。これらとそれぞれ産地が違い、風味が異なる4種類のチョコレートを用いてペアリング体験をしていただきました。 実際にモニターツアーでは藤枝茶とチョコレートのペアリング体験はこの写真のように、えー、参加者の方たちはとても楽しそうに行っておりましたこのような企画を考えついたのは臨時調査で藤枝市の新茶園さんにて体験した当茶体験が元になっております、えー、藤枝市の新茶園さんでは観光客向けに当茶体験を行っております、えー、私たちはこの当茶体験をヒントに現代向けにアレンジいたしました 紅茶とは茶の立て方やお茶の色、お茶を飲んで香りや味から産地を推測するなどして勝敗を競うものです。私たちは4種類の産地が違うお茶を飲み比べ、実際に失礼いたしました、事前に替えだ茶葉の香りと比べながら産地当てを行いました。ペアリング体験の感想としては、チョコレートは紅茶といただくというイメージがあったが、す、え、べ、ー、てのお茶と相性がよく、ペアリングで最も良いコンビを探す体験は新鮮で楽しかったなどの肯定的な感想がありました。 モニターツアーの企画の二つ目として、フォーカスグループインタビューで指示された石鹸作り体験を行いました。そのままのお茶を入れて固めると色が茶色くなってしまうことから、きれいな緑色にするためには緑色の色素を入れなければなりませんでした。しかし、茶色でいいという意見もあって、わざと茶色のままにした参加者の方もいらっしゃいました。ここから、お茶の石鹸はきれいな緑色であることにこだわらないということが明らかになりました。 石鹸作り体験の感想としては、スライドに上がっているようなものが挙げられました。参加者からは、ツアー全体の感想について、時間設定と参加人数がちょうど良かったとの感想をいただきました。お茶石鹸は綺麗な緑色である、お茶と合わせるのは和菓子である、といった観光における本物らしさを表す申請性にはこだわりすぎず、モニターツアーで行ったペアリング体験や石鹸作り体験のように、 何かを組み合わせ、組み合わせた時に得られる経験こそが観光において大切だと考えました。つまり私たちは参加者それぞれの藤枝茶の価値観や楽しさが生まれることに視点を向けることが重要だと提言いたします。モニターツアーを実施したことから藤枝茶をそれぞれが自由な形で楽しむことができる経験に潜在的な集客可能性があることが分かりました。最後に地域からの評価を報告いたします。 年代によって使っているお茶の産地より体験内容に重きを置かれることが報告者から分かり、とても勉強になった。また、お茶といっても年代によって受け取り方、感じ方が異なるため、年代に合わせたプロモーションやアプローチの手法が大切であると感じた、といういいご意見をいただきました。最後にお忙しい中でご協力いただきました、自動藤枝市役所の皆様や事業者の皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。ここまでご清聴いただきましてありがとうございました。 田中ゼミの皆様ありがとうございました。それではこれからコメンテーターの林先生から公表をいただきたいと思います。林先生お願いします。はい発表お疲れ様でした。あのスライドの方にも出てるんですけどそのお茶と石鹸のそのまあインパクトのある写真をまあ事前にちょっと見させた時にそうか石鹸っていう組み合わせもあるんだなっていうようなちょっとそこがまず目が光りました。あの。 僕はその旅行っていうのは、なんか旅行会社の,そのパッケージツアーみたいに結構団体で行くもの、そこで旅行先の方でえと観光地はこういうものですよっていうふうなものなので、体験というよりは結構その知識を得るみたいな、未知のことを知るみたいな、そういうものが旅行なんだっていうふうな思いがあったので、その旅行のスタイルが変わっているっていうのは、なるほどと。 やっぱまあ、多分そのコロナもあってあの、そういう団体旅行が成立しにくくなったっていうのもあるんでしょうけれども、まあえー、とそういう個人的なその旅行っていうスタイルっていう変化がされているんだなっていうのがあって、まあ、それもある意味、あの踏まえつつの,あの,このお茶っていうふうなものだと思います。でえー、と多分そのまあ スライドの方にも、その申請性よりもその経験の方が、つまり事実よりもその人たちがどう感じるかっていうのが大事であるっていうような、そういうその結論、提言みたいなものがされていると思うんですけれども、実際、人間って、そのなんていうかな、世の中こうこう、これが真実だよっていうよりも、私はこう感じたんだっていうふうな、確かにそっちの方で動いてるので、その経験に注目して、なんていうか、アピールをするっていうのは、やっぱり今、そういうふうな時代になってるんだな。 例えば、お茶も組み合わせはある意味、あなたが選んでください。別にこちらの方からベストな組み合わせを提供しますじゃなくて、そういうふうな、えー、と自分たちでそのベストなあの、良い組み合わせは皆さんが考えていいんですよっていうような、そういうのがある意味、売りになるんじゃないのかなというふうに思いました。ははいいいコメントは以上ですすす先生ありりがとうございまま続いて質疑応答の時間に移ります 会場にいる方は挙手を。オンライン参加の方は Q&A 機能からご意見、ご質問をお送りください。それでは、大久保済みの方から何か感想や質問などはありますでしょうか。えっと、ジェネレーション Z に向けた非常に効果的な <laughs> おおツアーだなと思いました。質問としては、えっ、ー、と、 一番最初の調査 4, 4名の女子大生にやったと思うんですけど、えっと、性別を女性に絞った理由とあとこのツアーを今後 PR していく方法の2つを聞きたいなと思います。 ご質問ありがとうございます。最初のフォーカスグループインタビューで女性にターゲットを絞った理由ですが、先ほど述べるの忘れてしまったかと思うんですが、もともと島田市から、失礼いたしました。藤枝田市からいただいたものが、ターゲットを20代から30代の女性に絞るといったご提案でございましたので、女性に絞らせていただきました。2点目の質問について、来年度、藤枝田市の皆様と、このまま商品を えっと、販売するにあたっていろいろ協議をしてまいりたいと思っておりますので、また来年度、詳細は決定していきたいと思っております。以上です。そ,それでは、塩ゼミの方から何か感想やご質問ありますでしょうか。あ、なかなか面白い発表ありがとうございます。あの、来年もやられるってことだったので、一つコメントなんですけども、お茶とそのチョコレートの組み合わせだと、 7屋さんっていうところが結構売れてる商品出しててそういうのも参考にされるとなんかいいかなと思ったんでぜひ検討してください。えっと最後に矢島住の方から何かご意見ご,感ご質問などありますでしょうかえっとお茶と石鹸だったりお茶とチョコレートっていう えっと、あまり自分じゃ考えないような組み合わせにちょっと目を引かれたのと、あとチョコレートのお茶のペアリングを行ったとおっしゃってたんですけど、あのあの最もこうマッチしたペアって、まあ人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、自分もなんかチョコレートとお茶のペアリングやってみたいなっていう感想です。ありがとうございます。 皆様ありがとうございました。時間になりましたので、質疑応答を終了いたします。